皆さんこんにちは。今回安いインパクトレンチはどのぐらいまともに使えるのか検証をしてみたいと思います。インパクトレンチって言ったらタイヤ交換の時ホイールのナットを外したり締め付けする時に使ったりしますよね。でもインパクトレンチって値段が何万円もするのでインパクトレンチ欲しいけどタイヤ交換の時にしか使わないし何万円も出せないよって人も多いと思います。そこで今回は Amazon でめちゃくちゃ安いインパクトレンチを買ってみました。この安いインパクトレンチ、電池もソケットも付属しているのになんとお値段が6999円です。もちろん送料込み込み、さらに500円のオフクーポンがあるので実際のお値段は6499円になります。この安いインパクトレンチの Amazon の購入先リンクは説明欄の枠に貼り付けておきます。タイムセールの時だとさらに安くなる場合があるので購入を急いでいなければタイムセールを待ってから購入するとめちゃくちゃ安く購入することができるかもしれません。このぐらいのお値段なら少し手が出せそうな金額ですよね。ただ有名メーカーのインパクトレンチだと何万円もするのに5524円のインパクトレンチなんて買っちゃって大丈夫なの？って少し心配になりますよね。普段有名メーカーのインパクトレンチを使っている人はご存知だと思いますが、インパクトレンチは固着しているナットでも事前にレンチで緩めておく必要がなく一瞬で外すことができるんです。一番の問題はそこですよね。その辺にも注目してこの動画を見ていてくださいね。では安いインパクトレンチをケースから出していきたいと思います。ケースを開けるとこんな感じに入っています。これは取扱説明書になります。これがバッテリーになります。バッテリーは2個付属しています。これは充電器になります。これはソケット類になります。これがインパクトレンチ本体になります。今ケースから出したものを並べました。左下からソケット類、バッテリー、インパクトレンチ本体、充電器、ビット類になります。ちょっとあれれって思ったのは付属しているソケットが 14mm、17mm、19mm、20mm、22mm の5種類になるのですが 21mm のソケットが付属していません。なのでホイールのナットが 21mm の場合 21mm のソケットを別で購入する必要があります。ついでにこのまま動作確認をしたいと思います。動作確認も問題なさそうです。バッテリーを充電できるか確認もしたいと思います。充電すると AC アダプター側の LED が赤く点灯します。充電が完了すると緑の LED が点灯します。次はこの安いインパクトレンチのスペックと使い方などを見ていきたいと思います。ソケットの差し込み口は 12.7mm で最大トルクは 350N で最大回転数は1分間に2800回転になります。右回転時だけ弱モードと強モードの2種類の回転数の切り替えが可能です。左回転時はオートストップ機能がついています。オートストップ機能とはナットを緩めるときナットを全部緩めないで少しだけナットを緩めてナットが落下するのを防止する機能になります。あと左回転時は弱モードと強モードの切り替えはできませんが無段変速スイッチなのでゆっくりスイッチを押せばゆっくり回転、全部押せば高速回転します。この無段変速スイッチは右回転時も使用できます。あと付属しているバッテリーの容量ですが、購入ページには大容量のリチウムバッテリーを搭載したこのインパクトレンチは長時間の作業に対応します。としか記載がされていません。
バッテリーの大きさから見てバッテリー容量は3アンペアアワーぐらいな感じがしますが、正確なバッテリー容量が気になりますよね。バッテリーを満タンの状態から放電して放電容量を測定してみました。測定した放電容量は 1276mAh でした。バッテリー容量は3アンペアアワーぐらいかなって思っていたので少し残念です。安いインパクトレンチに付属しているバッテリーはおまけって思った方がいいかもしれませんね。この安いインパクトレンチですが、マキタの 18V の互換バッテリーにも対応しているので、もし付属しているバッテリーがダメになってしまった時はマキタの互換品バッテリーを購入すれば使えます。今度は重さを測ってみたいと思います。最初バッテリーがない状態で重さを測ります。重さは 1040g です。バッテリーを装着した時の重さは 1336g です。今度は社外品のソケットを装着できるのか試してみたいと思います。左がトネのソケット、右が後見のソケットになります。最初トネのソケットから装着してみたいと思います。ソケットの差し込み口は同じ 12.7mm なので装着できました。次はトネのソケットに付属しているピンを装着してみたいと思います。トネのソケットに付属しているピンは太くて入りません。なのでトネのソケットを装着するときは安いインパクトレンチにもともと付属しているピンを使用する必要があります。今度は後見のソケットを装着してみたいと思います。後見のソケットも差し込み口は 12.7mm なので装着できました。後見のソケットは固定するときピンではなく金具を使って固定します。後見のソケットに付属している金具も大きくて入りません。なので後見のソケットを装着するときはインパクトレンチにもともと付属しているオーリングとピンを使用する必要があります。それでは実際にホイールのナットが外せるのか試してみたいと思います。ホイールのナットは 140N で締め付けをしています。ではやります。 140N で締め付けしたナットが余裕で外せていますね。全部のナットが外せました。せっかくなのでオートストップ機能をオンにした状態でホイールのナットを緩めてみたいと思います。今ナットが少し緩んだらインパクトレンチが自動で止まっているの分かりますか？これがオートストップ機能になります。ホイールのナットを緩めるときはあまり必要のない機能かもしれませんが、こんな機能もあるんだなって覚えておくといつか役立つ日が来るかもしれませんね。今度は 210N で締め付けしたナットが外せるのか試してみたいと思います。それではやります。 210N で締め付けしたナットが外せました。今度は 310N で締め付けしたナットが外せるのか試してみたいと思います。それではやります。310N で締め付けしたナットも外せました。今度は 360N で締め付けしたナットが外せるのか試してみたいと思いますが、今回の安いインパクトレンチは最大トルクが 350N なので 360N で締め付けしたナットが外せたら素晴らしいですよね。それではやります。360N で締め付けしたナットが外せました。最初インパクトレンチが結構ガーガー鳴っていたので外せないのかなって思いましたが、なんとか外せましたね。素晴らしいです。ただインパクトレンチをずっとガーガーやっているとインパクトレンチが壊れたりするので、皆さんは真似をしないようにしてくださいね。今回の安いインパクトレンチ欲しくなりましたか？
正直360ニュートンで締め付けしたナットは外せないなって思っていたので、360ニュートンで締め付けしたナットが外れた時は驚きましたね。ご存知の方もいるかもしれませんが、安いインパクトレンチって最大トルクが350ニュートンって書いてあっても、実際には350ニュートンで締め付けしたナットは外せなかったりすることが多いので、今回の安いインパクトレンチは素晴らしいなって思いました。ただ付属しているバッテリーがもう少し容量があればなって思いましたが、年2回とかのタイヤ交換に使う程度ならこの安いインパクトレンチでも十分じゃないのかなって思いました。乗用車のホイールナットなら締め付けトルクが高くても140ニュートンなので、140ニュートンで締め付けして固着していたとしても360ニュートンで締め付けしたナットが外せたので、余裕で外せるってことですね。ということで今回の動画はこれで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次もぜひまた見てくださいね。